部活応援ココワカアスリート。いつまでも若々しくひたむきにスポーツに汗を流す運動部の高校生たち。この番組はそんな三重県内の若いアスリートを紹介し応援していきます。この番組はご覧の各社の協賛でお送りします。松阪牛と歴史遺産で有名な松阪市。この町にある松阪商業高校には去年のインターハイで優勝を飾った部活動があるんです。今回はインターハイで優勝したというある部活がこちらでトレーニングをしているそうなんです。さあどんな部活なんでしょうか。筋トレしてますね。今回もウェイトリフティング部でしょうか。あたりにはウェイトトレーニングに励む女子選手ばかり。果たしてウェイトリフティング部ですか。いや、陸上部です。走ってないじゃないですか。そう、今回は陸上競技部の皆さんです。部の歴史は100年以上。部員数は女子ばかりの20人。山本先生が提唱する筋トレにはどんな狙いが。同じことばっかり繰り返してたらどうしてもマンネリ化がしてきて刺激が少なくなるんで、練習はやっぱ常に新鮮で次へ次へ発展していかなあかんもんで、こういう練習が普段やってないでこれからまっすぐ後ろも入れた方がいいということやと思います。まずはインターハイの優勝旗を見せていただきます。校長室にあるんですか。そうです。こちらで保管してもらってあります。失礼します。失礼します。部員みんなで勝ち取った優勝旗とは。お、これがインターハイの旗ですか。そうですね、優勝旗になっております。初めて見ました。大きいんですね。結構しっかりとしています。一番上に松阪商業の名前もありますね。はい、ありがとうございます。こちらが上位入賞を果たした選手に贈られたメダル。ところで山本先生ってどんな指導者なのでしょうか。山本監督って相当すごい方なんですよね。はい、そうですね。やっぱり私たちが指導している場面を見てても普段全然こう偉そぶらないですし、生徒たちにも絶えずこう笑いを提供しながらいいところを上手に褒めるんですね。上手だなと思います。インターハイと国体でダブル優勝した選手とご対面。うちの陸上部のキャプテンでうちの全国高校総体と国体のやり投げで優勝した園雅です。ほー、もう最強なんですね。よろしくお願いします。お願いします。去年のインターハイと国体でやり投げの頂点を極めたその選手。小柄な体から繰り出すダイナミックな投擲で2つの王座を勝ち取りました。あんまり変わらないですよね。身長157センチです。一緒。インターハイ国体の2冠はずっと中学生の頃から目標にしていて、中学校の時の先生との約束でもあったので叶えられてよかったなって本当に思ってます。そもそもやり投げってどんなルールがありますか。助走をしていってファールラインまでで投げ切るっていうことがルールになってて、やりの落ち方にもルールがあるんですけど、先から落ちないといけなくて後ろから落ちるとダメ。早速二冠女王のやり投げを披露していただきます。すっごい。槍の着地点を見てみるとなんと48メートル。この飛距離ってさっきのはね48メートル飛んでまして。48メートル、
実際あの彼女がインターハイで優勝した時の記録が48メートルで、まあ、その時はもっと長い前助走といって長い助走から投げて試合でちゃんとウォーミングアップするんですけれども、今短い助走でやり引いたまま投げてるんで正直びっくりしました。もう準備もねしかも短かったのでそれでインターハイの記録を練習で出した、なんか飛んでったなと思って記録が出てたのでびっくりしました。もう練習でも強さ発揮してすっごいですね。ありがとうございます。早速奥村やり投げに挑戦したいと思います。いきますよ。こんな感じですよね。形から入った奥村アナ、果たして。はぁ、6メートルでした。なんでこんなに飛ばないんですか。やりがやっぱりブレてしまっているので力抜いてそっと持ってあのブレないように持つことがやっぱり大事かなって思います。いやー、私陸上部だったんでもう少し投げられるかなって思ったんですよ。全然飛ばないです。奥村アナ、挑むのはやり投げであって投げやりではありませんよ。陸上競技の名門松阪商業高校、インターハイや国体で全国制覇を成し遂げた秘訣は選手たちが飽きない多彩な練習メニュー。それにしても山本先生、特に内容を指示していませんね。私見ていて思ったんですけど、これやってあれやってとあんまり指導していない印象なんですけど、はい、言われたことをはいはいって言って何回やりますか何セットやりますかっていうのは楽な形ではあるんですけれども、それではもう指導者の自己満足で生徒も操り人形みたいになってしまうので、やっぱ強くなりたかったら自分で考えて自分で挑戦していくっていうところが本当の意味で強い選手になると思いますし、そこを一番大事にポリシーとして取り組んでいます。槍を投げたり砲丸を投げるのは週に何回ぐらい。まあ、槍投げに関してはちょっと肘の故障とかも怖いので、まあ、週2回ぐらいで、あとはまあキャッチボールやったり重りのボールを違う形で投げたりとか、投げるという練習自体はやってますけど槍は週2回ぐらいです。毎日投げているものだと思っていました。自主性を尊重されている選手は、普段からあれやってこれやってとは言われたことはないですね。ヒントをだいたいいただけて、そこから自分がやりたい方向を投げにつなげていけてるので、そこは自分で考えるっていう部分で本当に成長できたと思ってます。やっぱりこの松商に来て先生の指導があってよかったなって思ってます。やっぱ試合では楽しんでこいってインターハイで言われて、そこでインターハイを楽しんで試合に挑んで自己ベストを投げれたので、そういう部分では良かったです。たとえ辛くとも仲間と練習を楽しむことが大切です。化け物ゴリラって言われてますけどどうですか、上げてみて。はい、もうめちゃくちゃ90からもう重くてすごい、もうこの時点で結構重みがきます。背中の筋肉と足の筋肉を使う、はい、タイミングとかです。ちょっとお願いがあって、はい、足の筋肉触ってもいいですか。はい、カチカチ、え、岩ですね。硬い。たくましい肉体こそが強さの象徴、全国制覇の秘訣です。陸上競技の名門松阪商業高校、ユニークな練習メニューは短距離走の選手たちにも。片足ずつ踏み切ってハードルを飛ぶので股関節の強化になったりだとか、右足左足それぞれをこう鍛えることとかができたりして取り入れているっていう理由があります。まあ、考えるにあたって、あの監督の山本先生にいろいろアドバイスいただいたり、他の学校さんをこう勉強させてもらって自分で工夫して練習にこう取り入れているようなことが多いです。選手たちはどう捉えているのでしょうか。練習がマンネリ化しないようにたくさんバリエーションを考えてくださったりとか、自分ができてないところとかできてるところを細かく指導していただいているので、そこが一番いい監督だなと思います。自分にとってはかけがえのない先生で、
一番頼りになる選手だなと思ってます。穏やかな笑顔でしっかり選手たちを見ている山本先生、報われる努力を常に考える恩師です。この番組はご覧の各社の協賛でお送りしました。陸上競技部の信念をそのキャプテンにしたためてもらいました。女子部員みんなが胸に秘める思いとは。私たちが選んだ言葉は全身あるのみです。私たちのチーム T シャツの裏に全身あるのみというテーマを掲げています。今年の県総体で連覇を成し遂げられるよう後輩たちに託したいと思います。頑張るぞ。部活応援トコワカアスリート、次回も松阪商業高校陸上競技部、やり投げでインターハイと国体を共に優勝した選手、春から大学に進学する彼女が託した思いとは、それを受け継ぐ後輩たちの決意とは、宇治山田商業高校との合同練習に込められたメリットとは、全ての秘密を探ります。お楽しみに。